こんにちは、どうもりかです。今日は一クラス30人と想定して、それぞれの子どもたちの興味を先生に向けてほしい時に使えるハンカチ遊び3選のご紹介です。決して怒って先生の話を聞いてもらうのではなくて、子どもたちは期待しながらワクワクしながら先生の話を聞き、先生も自分の話を聞いてくれる子どもたちに感謝を伝える、嬉しい気持ちを伝える、そんな温かい日々になる遊びハンカチ遊びです。日頃の保育教育現場に取り込んでいただけれたと思います。それではスタートでーす。あー、先生が前に座っただけで先生のこと見てくれてる人がいるね。嬉しいなー。さあ、じゃあ何かできるよ。何ができるかな。よし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 。三角、なんだろう。あ、お山かな、うん、それとも、おひげかしら、うん、いえいえ、違います。ここをね、くるっと丸めれば、くちばし、頭、翼の鳥ができたよ。パタパタパタ。今日はこの鳥さんにね、ピューンって飛んでもらおうと思うの。でもちょっと遠くに飛んでほしいから、ちょっと頭をもう一回。もう一回結んで、さあ遠くに飛ぶ鳥ができました。さあ先生の方しっかり見てくれてるお友達もいるね。じゃあ先生とお目目を合わせて気持ちが合わさったお友達から見つけていくよ。お、じゃあ先生を見てくれてる。一人二人三人のよい子、四人五人六人のよい子、七人、八人、九人のよい子、十人のよい子。さあ、十人目はね、A 君でした。A 君も先生と心合わせてくれたので、さあ、鳥さんを一回飛ばすよ。キャッチしてね。よいしょ。ナイスキャッチ。じゃあ、先生に返してください。投げれる？投げて。お、ナイスボール。さあ10人のお友達が先生と気持ちを合わせてくれました。さあクラスにはあと20人。さあ今準備してくれてる友達もいるよね。さあ先生に気持ちが合わさるかな。11人、20人のよい子。さあ次は B 君が20番目でした。じゃあ20番目の B 君に鳥を飛ばすよ。取れるか、キャッチ、ナイスキャッチ。さあちょうだい。あ、ありがとう。ビューンと飛んできました。さああと10人で30人クラス、みんな先生準備も終えて先生と心を合わせれるかな。21 22 23 24 25 26 27 28 29 30のよい子。じゃあ30番目のいくよ。よいしょ、ナイスキャッチ。じゃあ投げれる。よいしょ、ありがとう。みんな先生の話を聞く気持ちになってくれたね。ありがとう。先生すっごく嬉しいよ。じゃあ先生のお話始めるね。さあお話ししてもいいですか。あ、まだもうちょっとのお友達もいるね。じゃあわらび渡して待ってよ。おててのお中に、おてぶしてぶし、てぶしの中に、エビの生焼け、カエルの刺身、一丁箱やるから丸めておくれ、いいや。さあ手の中に、おやおや、なんか手の中に来たみたい。あ、みんなも見てくれてるの？ありがとう。じゃあちょっとせっかく先生のお話聞いてくれてるお友達だけに見せてあげよう。手の中を、いくよ。おお、ヘビが、お、お、ヘビが、ヘビが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 、え、まだまだ出てくるよ、ヘビがヘビがヘビ、ちょっと長いねこのヘビね、まだ出るかな、あららららら、出てきた出てきた。さあ長いヘビが先生の手から出てきました。さあみんな集まったね。じゃあお話しするよ。ああ先生が前に座っただけでもうこっち見てくれてる。さすがだね。お話を聞く姿勢がもうよくできてる。お友達がいっ
はい、じゃあ30人のお友達がみんな先生を見てほしいので、よいしょー。今からね、ひよこちゃんが生まれるよ。ひよこちゃんが大きく育って鶏になるまでに、みんな準備が終えて、心が落ち着いて、先生の方見てくれたら嬉しいな。いくよ。にぎりばっちり立て横に横。にぎりばっちり立て横に横。ぴよ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 。さあ、お、なんかさっきより先生の方を見てくれてるお友達が増えてるな。じゃあちょっとひよこさんを、ひよこさんは大きく育ちました。にぎりばっちり立て横ひよこ、にぎりばっちり立て横ひよこ。先より大きいかな、いくよ。ぴよ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 。おお、でかいでかい。さあ最後は鶏になるよ。あ、でももうほとんどのお友達が先生を見てくれてるね。準備もいいね。さあ最後鶏になるか、あ、先生の手のひらに入るか。にぎりばっちり立て横こけこ、にぎりばっちり立て横こけこ。さあ鶏になっていい？みんな準備 OK？ あ、もうみんな先生を見てくれてるので、さあじゃあ行くよ。鶏さんのお誕生です。こけこっこ。はい、じゃあ今日はね、レッドボタン押してね、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。